そのまま全身正面の適正者ガレージに入れるで。今やはーいな。なんや今のは。ゆるふわ軍事チャンネル。はーい皆さん、ゆるふわ建築チャンネルへようこそ。いきなり何や、 3DCG ソフトのようにデザインして戦車で戦うことができるゲーム、スプロケット。今回はリクエスト戦車を作っていこうと思います。みんなリクエストありがとな。リクエストは各動画のコメント欄または概要欄に記載された Twitter に返信してくださいね。それでどんなの作るん。アスウェールベッドセレメンチキンさんから、ガレージみたいな戦車を作って敵戦車を中に入れて攻撃してほしいという案だね。へ、実は数ヶ月前にも別の方から同じようなリクエストをいただいていたのですが、方針が正面にしか向けられなくなってできなくなったって伝えたんだよね。そういえば後ろ向きとか搭載できんようになった言っとったな。それが前アメリカの T95 戦車作った時に誤って生きり立つ手法にしちゃったよね。これ結局なんなん。要は方針は砲塔の向きに固定されるということかな。あれ90度縦方向に向いとったんか。つまりこの方法を使えば自由に方針の向きを決めれると。そういうことになるね。では前置きはこのくらいにして戦車を作っていきましょう。形はめちゃ簡単やで。私も久しぶりに楽に作れるなと思ったのですが、地獄が待っていました。何があったし。初めて作る形なので念のため仮設計、1分くらいでささっと作って発進。このままずるっと中に入ると思ったのですが、全然入らない。あれこれどうなってん。この時点でずんちゃん変な汗だく状態。これボツになるやん。形やサイズを変えるなど結局丸1日ほど使って原因を特定。車体パーツを上に上げてこのように足を作ると何もない空間に車体があるという判定になるみたいです。これはわからんわ。解決方法はただ一つだけ。車体はどちらかに寄せて反対側は砲塔パーツを利用して形を作ることにしました。ちなみに砲塔パーツをお股のようにくり抜いても不具合は出ませんよ。車体パーツ特有の問題なんか。かなりの重量になることが予想できたので、前輪は数を多くして支えます。それでは車体というかガレージを作っていきましょう。反対側は砲塔パーツを利用して形を作ります。尾体の間はスカスカってことやな。ニュッと伸ばして建物のようにしましょう。反対側も。ニュッと。来るやろな、思ったわ。もちろんファンサービスですよ。ガレージの屋根部分もフリーフォームで砲塔パーツを加工して作ります。ここからがちょっと難しい方向転換作業です。今回この天板から真下に砲弾を発射しようと思います。そういう風に置くんか。方針の向きがどう変化するのか分かりやすいように仮搭載します。やり方は単純で、この砲塔を回転して向きを変えるだけです。おお、方針が下向いたわ。あとはガレージの屋根みたいに形を整えるだけですね。いつもみたいに伸ばしたりするだけやな。この砲塔、ちょっと面白い動作をするようにしました。戦闘開始が楽しみですね。つんこのちょっとほど当てにならん言葉がないで。車体は一応完成したので方針を乗せていきましょう。ちゃんと真下向いとるな。今年7月下旬のアップデートで方針をたくさん乗せれるようになりました。それで。だったらたくさん乗せるしかないよね。そんなにしてんねん。見てください、これが13連装砲塔です。木でも狂ったか。これも毎回言っとるな。発射可能な砲身の数は13本まで。これは戦車に搭乗できる乗員が最大16人で、ドライバー、車長、砲士をマイナスした数ですね。残りの13人がそれぞれの装填手という扱いです。見た目はあれやけどたくさん乗せれるようになったのはええな。こんな感じで屋根に出っ張りが出ないように調整しました。はい、次に問題になったのは重量です。この建物のような戦車は全て垂直面なので、厚い装甲を入れる必要があります。200トン突破しとるやん。このシナリオで出撃可能な戦闘重量は150トン、約70トンオーバーしました。このままでは戦闘することができないので、必要な部分以外は全てカット。こうするしかないか。見た目が悪くなりますが、大量の装甲板を使って形を作ることにしました。昔やっとった方法やな。では5倍速で作業の様子を垂れ流しながら、このゲームをプレイしようか迷っている方に、このゲームの今後のアップデート予定内容を軽く紹介していきましょう。そんなんわかっとるん。スプロケット非公式ウィキビキによると、例えば多言語サポートや4本尾体などが2022年第1四半期となっていますが、まだ実装されていません。これはベータ版ではなく、本サービスで実装されていないという意味です。今は英語版だけやからな、日本語版来るとええな。
あとは板以外にも車輪をつけれるようになったり、自走砲などに多い戦闘室がオープンになっている車両も作れるようになるそうです。これも結構リクエストあるやつやん。それと機関砲や AI 航空機というのもありますね。マルチプレイヤーってのもあるで。これを見る限り半年は遅れているので、ぶっちゃけいつになるのかわかりません。まあしゃあないやろ。はい、ちょっとカットして表面は完成。裏面も作る重労働にも耐え完成。そのまま前後面も作って左側は完成しました。気合で右側の面も作れば全体は完成です。形なったやん。さすがに見た目が悪すぎるのでレンガ風のテクスチャをハリハリしました。おお、こんなこともできるんか。そのまま反対側もハリハリしようとしたものの、なぜか乗せられないって。くさ、また妖怪の仕業か。そんなわけあるか。トラブル続きで冷や汗がやばいレベルですが、原因はこの走行板の乗せ方に問題がありました。どうすんねん。全員消しです。これ変わったことは確認しながらした方がええな。まあすんちゃんみたいな匠はここに窓を作ることにしました。見てください、これが今回作ったガレージ風船車です。おお、ええやん。レンガが軍物っぽい感じで色もオシャレやで。ずんちゃん匠ですから。今日は何に影響されたんや。それでは装飾を乗せていきましょう。ここにあかねちゃん用のキューポラ、うち入るところや。その後ろに可愛いずんちゃんのキューポラ、前が見えないのでちょっと上に出しておきましょう。あとは汗っかきのゆかりちゃん用のキューポラ、前が見えないのでちょっと上に出しておきましょう。おい、全部で撮るやん。私たちのファンアートはツイッターに投稿してくださいね。上にキューポラを乗せたのはいいものの、行く方法がなかったので仕方なく階段を作りました。変なところに作るからや。これね、ガチで初めて建物系を 3D で作ったんだけど、どこにどう配置するか、どう安全と安心感を出すか考えるのが面白い。そうなん。この手の住宅を設計するソフトもあるそうなんだけど、オリジナルの家が作れて多分面白いと思うよ。はい、今回はこんな感じで階段を作りました。くの字とか珍しい形やな。現実にあるのかは不明です。ここの部分も危ないので手すりをつけておきましょう。待て、これ戦車作るゲームちゃうやん。ニュッと伸ばして足は完成です。これを繰り返せば簡単に作れます。あとは形状を保存、読み出して設置。こんな形になりました。皆さん、これ戦車ゲームです。ずんちゃん、ここまで来たら徹底的に作ろうと思います。これは階段の手すりですね。住宅作りで何が求められるのか。なんや、安心安全です。それがお客様の心をつかむ、そういうことです。はい、ちょっと本気を出せばこのくらい余裕ですね。手すりでどのくらい時間かかったん。1時間9分だね。完全におかしい人やん。現在午前2時半です。ちょ、アンポイント。深夜にそのテンションやめで。いきり立つ謎のボックスを設置。これなんや。ここに扉をつけます。あれ、こんな感じに塗装してみました。普通に仮設トイレやん。安心安全。わかったわかった、もう寝とけ。ゆるふわ建築チャンネル、ポイント。またこれや。いやー、ポイント。皆さん、しばらくお付き合いください。みんな大好き謎の配管を設置。一部の誤りです。広すぎる屋根にどう配置するのか、仮設計するのも時間がかかりそうなのでこのまま作ります。まあここはいつものポンプやな。さすがあかねちゃん、今まで見てきただけはあるね。そこのタンクに入れたいので下地を作って立体配管します。これこの配管というか燃料タンクのひっつくパーツとひっつかんパーツあるやん。違いはなんなん。多分砲弾の当たり判定があるかないかだね。そうなん。例えばこのタンクのようなパーツは当たり判定がないからくっつかないね。この燃料タンクは砲弾を防ぐ装甲のような振る舞いをしていたのですが、現在のバージョンでは普通に貫通するそうです。たくさん乗せても意味がないってことか。よいしょ。これはニュッと伸ばしておきます。よいしょ。ちょ、やだ、3つも乗せちゃった。これなんなん。もちろん私にもわかりません。完全に見た目だけの装置やん。こんな感じで先っちょに接続。このままでは流れていかないのでタービンポンプを追加。接続も変更です。この謎の装置を3つ直結します。そこのところと上をつなぐ感じですね。だいぶいい感じになってきました。今回かなりでかいで、化学プラントみたいや。この先をどうしようか悩んだのですが、いつもと同じでは面白くないので、ここにタンクを増設。下地を作ってさらに配管を伸ばします。特に意味もなく2つつけておきました。前後でサイズが違うのがイキリポイント高めやん。男の子は非対称が好きだからね。そうなん。
ここで放出して終わろうと思ったのですが、建築士の私はさらにこだわります。階段と手すりとトイレ作っただけやん。化学プラントにありそうな横置きのタンクを搭載。これは新しいな。接続はそれぞれ異なる2本。その背面には異常圧力に備え大気放出できる装置を搭載しておきましょう。これ何作っとるんや。明らかに人体に有害なものですね。怖い怖い。揺れて配管が外れないようにがっちり固定。心配性のズンちゃんは気になるところを全部固定しました。えらい厳重やん。はい、全体的な見た目はこうなりました。それでは完成した車両を見ていきましょう。はい、こちらが完成した四層式ガスプラントです。ガレージがおまけになっとるやん。走行は、被弾は想定される正面は140ミリ、側面も厚めにして、背面は重量の関係から5ミリです。手法は、13連装 6.5 口径152ミリ砲。これがどうなるかやな。製作時間は約7時間ですが、仮設計も入れるとかなりの時間になりますね。でもこれやっとらんかったら多分ボツになっとったで。やい勉強になりました。人とのサイズ比較はこのくらいですね。かなりでかいな。手すりなどを含まない車体本体サイズは、全長6メートル、幅 7.8 メートル、高さ 4.9 メートルです。それではお待たせしました。今週の謎の配管のお時間です。皆さんもうしばらくお付き合いください。謎の構造物から伸びる極太の配管。このように流れていき、その先の大出力タービンポンプにズズッと吸い込まれます。キャメラをぐるっと回して、キャメラとか昭和か。大出力タービンポンプでこちらのタンクに一時的に貯められます。容量は多分150リッターくらいですね。無駄にでかすぎやろ。スイッチをポチッと押した処理システムが稼働。激しく振動しながらこのタービンポンプで加熱。この部分に入り、いろいろ分離される、そんな設定です。分離機の回転速度は、一つ目、二つ目と高速化。三つ目のものは、回転速度が毎分10万回転となっています。ぶっ壊れるやろ。いろいろ飛び散るので注意してくださいね。その先は、こちらの形状的に貧弱なタンクにぶち込まれます。この先っちょは、溢れ出たものですかね？もはや何を作っているのかよくわかっていない東北ズンコ。そして、ガス化されたものは、まあ温度的な何かで自動的に分離。軽いものは上の高圧タンク、重いものは下のタンクに入るというノリですね。ノリってなんや？もちろんガスはここからいつでも回収できます。だから急に関西弁やめで。タンク容量が満タンになると自動的に大気放出するのですが、まあ、これがとんでもないポンコツで、高圧タンクがよく破裂する事故が発生するそうです。大惨事やん。はい、今回も大変上手にできました。ずんちゃん大満足。皆さんこれネタですからね。ちなみにこれ仮設トイレってあかねちゃん言ってたけど違うからね。あ、そうなんか。何とは言わないけどガスを作る軍事用のプラントだからね。ではゆかりちゃんを呼んで試合をしていきましょう。皆さんこんにちは。いつものように私は砲手、あかねちゃんはドライバー、ゆかりちゃんは状況報告ね。了解や。それでは戦闘開始。ゆるふわ軍事チャンネル。では行きます。あかねちゃん発進。みんな行くで。これ重たい感じやな。今回搭載しているのは、ゲーム内では最大となる80リッター V16 エンジン。よくわかりませんが最大回転数で2200馬力あります。はい、この戦車、ちょっと面白い構造を採用しました。ポチッとな。おい、やべ、動いとるやん。真下に発射するだけでは面白くないので、水平発射ができるよう改造しました。おかしいやろ、どうやってんねん。敵さんどうなっちゃうんだよ。まずは普通に戻して戦っていきましょう。はい、今回も大炎上祭りです。中日から3時の方向に敵戦車がする。ポチ。またゆかりちゃんの汗がヤバいレベルなのでささっと倒すよ。そのまま全身正面の敵戦車。ガレージに入れるで。今や。はーいなー。なんや今のは。はーいなー。ちょっとおしっこ出そうになっちゃったすごすぎて。それ以上はやめとけ。出そうというかちょっと滲んだ。最近滲むようになっちゃって。それあの VTuber さんやろ。あかねちゃん前の敵さん。追いついた。通過しながらポイント撃破。敵戦車天板に3発ほど命中して炎上。お漏らし禁止ですよ。さらっと何言ってんねん。はい、ズンちゃんに撃たれ待ちの敵さんが集まってきました。こっちの敵戦車やるで。あーん、さっきから音がやばい。これでも 30% にしています。次はお尻を負けちゃってる敵さんですね。
調子はどうですか？何の話や。敵戦車5発ほど命中して炎上。早めに病院に行った方がいいですよ。これ近づくと敵さんめちゃ逃げるな。正面から様子を見てみましょう。てかこれよう見たら車体浮いとるやん。みんなのお尻もやばい。それでは方針を水平にして戦ってみましょう。まずは13号一斉射撃の設定にして遊んでいきます。これ敵さんから見たら異常な光景やで。ぶっちゃけいつも異常ですけどね。12時と11時の方向に敵戦車。とりあえずこの子やります。いやー、おいしそう。命中弾2発、長弾。なんだの。とりあえずこの子やります。いやー、おいしそう。半分以上当たっとらんやん。なんかいつもと飛び方が違う気がする。2発ほど命中して撃破。ちょっとスローでどうなってるか見てみようね。めちゃ長弾しとるやん。どこに命中して撃破したのかよくわからないね。正面から見るとどうなっているのか見てみましょう。完全にアホなことなっとるやん。クソ、何笑てんねん。これね、今回300発積めるんだけど、やばい勢いで弾が減っていくけ。一回撃つことに13発消費するからな。しかもかなり狙いにくいんだよね。すごい癖がある感じがする。でも気持ちいい。それは良かったな。優秀すぎる設計により対空射撃も可能です。 AI 航空気持ちやな。では発射間隔を 0.1 秒にして順次発射で一気に散らしていきましょう。発射。一発長弾。全然狙いとらんやん。反応がすごい。これね、弱い敵さんなんだけど、まともに当てれません。原因は照準がずれているためです。そこか。それだけならいいんだけど。今回も長弾しまくりやん。ちなみにこの手砲の貫通力は80ミリとなっていましたね。砲弾も鉄鋼榴弾やからな。さらに悪くなるか。そんな時は冷静にお尻に寸大ロをしてあげましょう。生誕打ち込むの鬼か。敵戦車炎上。そんな勢いアップ出しちゃって。順次射撃を正面から見るとこんな感じですね。これはひどい。敵惨撃破。それで何回か第2波の戦闘をプレイしてみたのですが、全然当てれません。当たったところで80ミリは貫通できひんからな。装甲も余裕で貫通されてしまうので、この辺で終わっておきましょう。ゆるふわ軍事チャンネル。はい、戻ってきました。今回作った戦車どうだったかな？いろんな方向に撃てるのはええけどやかましすぎや。大抵男の子が大迫力の音出しておけば騙せるからね。騙せるってなんや。今回は152ミリ砲を13本搭載して遊んでみました。例えば砲塔とかも複数搭載することもできるので、ぜひ皆さんも面白い戦車作って遊んでみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは軍事に関する興味深い内容からゲーム実況を多く投稿しています。初めて動画を見られる方、すでに見られている方も、ぜひチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。では、次回の動画でお会いしましょう。またね。またな。